はいどうも皆さんこんにちは、クラクラチャンネルのケイスケです。さあ今日はですね、クローンの呪文イベントがやってきました。本当にですね、タウンホール10以上の人じゃないと、あんまり使えないような、ですね、イベントでございます。ただですね、私、ケイスケ、クローンの呪文ですね、まだレベル1でございまして、20枠しか、コピーしないんですよ。バルーン4体分ですね。なので、いろんなですね、資源狩りの編成試したんですけども、やっぱりですね、ちょっとね、資源狩りに使えないかなといった印象なので、今回は、先日のですね、ポイズンイベントみたいに、検証系を行っていこうかなと思います。クローンの呪文、タウンホール10以上だと、バルクロですね。バルーンをですね、クローンにコピーするっていう、先日流行っておりますが、私、ケイスケ思ったのが、じゃあ、これいろんなユニットがいるところに、クローンの呪文を落としたら、ドイツがコピーされるのかなって気になったので、今回はですね、いろんなユニットを作ってですね、こいつらに、クローンの呪文を落として、ちょっと検証を行ってみたいなと思います。というわけで、早速ですね、行ってみましょう。レッツゴー。はい、それではですね、まず、ジャイアント、バルーン、ディガー、ホグをですね、出していって、そこにクローンの呪文を落としていきます。そうすると、ドイツがですね、コピーされるのか、ちょっとね、見ていきましょう。20枠分なので、ジャイアント4体分とかですね。さあ、行きますよ。まずはディガーを出してからのジャイアントでバルーンがあったからのホグを使ってからのクローンを落とす。さあドイツがコピーされる。はい、おこんな感じ。なるほど、1体ずつクローンでコピーされましたね。はい、ホグ、ディガー、バルーン、ジャイアントと、はい、こんな感じで、1体ずつ4種類のユニット20枠分ですね、コピーすることができました。こういう感じなんですね。はい、そしたら続いては、ベビトラとドラゴン出して、果たしてどっちがコピーされるのか、見ていきます。さあ、いきますよ。ベビトラが10枠で、ドラゴンが20枠なので、果たしてですね、ドラゴン1体がコピーされるのか、ベビトラ2体がですね、出てくるのか、見ていきます。さあ、ベビトラを出して、こっからドラゴン。からの、はい、クローン出して、どっちがコピーされる？お、ベビトラの方がコピーされるんですね。あ、そうなんだ。なんか、ハウジングスペース、枠的になんかドラゴンがですね、コピーされるかなと思ったら、ベビドラがコピーされるんですね、これ。面白い。あ、そうなんだ。さあ、そしたらですね、続いては、ネクロマンサーとバルキリーをですね、出して、ちょうど20枠分ですね。そこにクローンを落とすと、果たして2体ともコピーされるのか、ちょっと見ていきます。さあ、こっからネクロマンサーを出してからのバルキリー。で、ここにクローンを落とすと、ドイツがコピーされる。お、ネクロマンサーとバルキリーがコピー、バルキリーはコピーされずに、ネクロマンサーとスケルトンがコピーされた。あれ、なんでだ、バルキリーはコピーされずにスケルトンがコピーされたと。これどういうことだ。さっきは、ベビドラがコピーされましたよね、枠少ない方。なので、枠少ないやつだったら、バルキリーとスケルトンがコピーされるかなと思ったんですけども。あれ、どういうこと？ちょっと待って。ちょっと検証し直しますか。さあ、そしたらですね、さっきですね、ドラゴンとベビドラ出したんですけども、続いてはですね、ドラゴンとバルーンを出してみたいなと思います。とりあえずバルーン先行しちゃうんで、一旦ドラゴンを出して、からのバルーン。はい、そしてクローンを落としていきます。そうすると、おっと、ベビドラとかの時はですね、枠少ないベビドラの方がコピーされましたが、今回はドラゴンがコピーされた。ん？待って、どういうこと？ちょっと待って。これあれだ。ちょっとね、仮説立てましょう。わかった、あれですね。さあ、そしたらですね、ちょっと仮説立てます。さっきはベビドラとドラゴン出した時ですね、先にベビドラを出したから、クローンを落としてベビドラがですね、コピーされたんですよ。多分ね、これ順番です。多分そうですよね。なので、これで違かったら俺もちょっとわかんない。はい、多分これドラゴン出して、ベビドラを出してから、クローンを出すと、おそらくドラゴンがコピーされ、おっしゃ！おー、やっぱそうだ！あ、出す順番なんですね。出す順番なんだ。クローン全く使わないから初めて知った。あ、そうなんだこれ。
これタウンホール10以上の人はもう知ってるような知識ですかね。うわすげえ。あさあ、そしたらですね、一番最初にやりましたディガージャイアントバルーンホグにバルキリーを加えて、ドイツがですねコピーされるかやってみましょう。まあ本当これはおまき程度ですね。もう仮説です。仮説っていうかもうクローンの仕様分かったんですけども、さあいきますよ。ディガーからのバルキリーを出していって、でジャイアント、バルーンを出してからのホグライダーを出していきます。さあホグを出していってからのクローンを落としていきます。そうするとさあやっぱり出した順番的にバルキリー、ディガー、ジャイアントがですね、コピーされました。いやなるほどね、これは勉強になりましたね。ほんと出す順番でコピーがされるっていうのが、分かったかなと思います。さあたまに質問でですね聞かれる、ヒーローにクローン落としたらどうなるんですかっていう質問、結構いただくんですけども、これですねヒーローにクローン落としても、コピーはされることありません。そうなんですよね。アチャクに落としても、はい、こんな感じで、ちょっと待って、電波が悪いんですけれども、こんな感じでね、ヒーローは、コピーされません。さあ、で、質問で聞かれるですね、クローンでコピーされたやつに、クローン落とすとどうなるか。これですね、はい、こんな感じで、クローンに落としてもですね、コピーはされます。そうなんですよね。はい、なので、クローン2連続でですね、いっぱいユニットを増やすっていうことも、できるかなとは思いますが、まあそうですね、クラウン戦とか、マルチでもですねそんな使えないかなといった印象です。続いて、質問でいただいたのがですね、クローンレベル1は、20枠コピーします。そうすると、バルキリー2体分ですね、だったら2発重ね書きすると40枠分になるからバルキリー5体コピーされるんですかっていう質問いただきました。なのでね、これ果たしてですね、バルキリー5体コピーされるのか見ていきましょう。さあ、こっからバルキリーを出していってクローンを落としていきます。そうすると、1、2、3、何体いる？何体いる？え、3体？あ、いや、4体ですね。はい、こんな感じで4体しかコピーされませんでした。なのでやっぱりですね、クローンはですね、一発は一発ですね、一発の20枠分で、カウントし続けるっていうのが分かったかなと思います。はい、というわけでね、以上で、検証は終了となります。そうですね、バルクロ戦術流行っておりますが、やっぱり出す順番とか間違ってしまうと、本当はですね、バルーンコピーしようとして、ラバーハンドが間違ってコピーされてしまうということが、そういった事態になってしまいそうなので、注意が必要です。さあ、というわけでね、リクエストなどありましたらですね、皆様遠慮なくですね、コメントで、リクエストとか、あとはですね、質問などお願いいたします。さあ、ですね、まあ、せっかくなので、検証で使ったですね、こちらのユニットたちを使って、はい、こんな風にですね、タウンホール9格下攻めをやっていこうかなと思います。さあ、こっから、何を出していこう。何を出していけばいい。ネクロマンスターからの、ちょっとスクロールバーが長い。長いから、はい、ババキンを出していく。さあ、こっから、オッケー、援軍が出てきたんで、さあ、送っていく。さあ、もう格下だから、もう余裕でね、ここは前回取っちゃいましょう。はい、こっからですね、相手のアジャクイと援軍を処理していきました。さあ、こっからですね、ディガーを流していって、からの、何を出せばいい。よし、はい、ホグラッシュ、このホグラッシュと、よし、ホグヒを行こう。待って、アチャクイまだ全然余裕だった。さあ、こっから、クローンを落としていって、はい、めちゃくちゃ、ちょっと待って、やばい。はい、ホグライダーたちがちょっとやられていく。待って、減ったところで一回、ちょっとこっからまたですね、コピーをしていって、からのヘイストを使っていきます。さあ、早いですよ。からの範囲攻撃をこっからですね、フリーズで固めていって、やばい。さあ、お掃除用に出していきましょう。からの、くっそ、やっぱり無理がある。無理があるぞ、この編成。からの、よし、落ち着いていこう。からの、こっからパーセンテージをですね、稼いでいって、70% には、到達したい。さあ、よしよし、いいですよ。からの、ウォールブレーカー使うところがない。さあ、スクロールバーが長い。こっから、どこだ？何がある？キャンプに出していこう。さあ、あとはゴブリンとウォールブレイカーのみ。さあ、このヒーラーは何を回復してる？おー、ディガーがいい働きしてる。
さあディガヒーになってます。さあこのディガヒーとドラゴンを合わせていってどんどん施設を削っていく、全開まで持っていくことが果たしてできるのかからの、ゴブリンとウォールブレイカー使う箇所ね。ここどこどこに使うこいつ。もういいや、ゴブリン出してからのウォールブレイカー。さあいいですよ。でゴブリンでワンクッションを置いてディガを保護していきます。あ、でもディガヒー強い。ディガヒーが強い。はい、見てください、こんな風に。あ、死んだ。あ、オッケー、ババがいる。オッケー、ババで 79% まで果たして到達することができるのか。さあもう実況がめんどくさくなったのでやめます。はい、それでは次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。